はい、こんにちは、レトスノーノです。6月29日の3問に入る前に、過去に、宅建に合格された方から、皆様にアドバイスのメールをいただきましたので、そのままですね、転記させていただきました。で、まあ、これ女性の方なので私が読むとちょっと女性っぽくなっておかしいかもしれないんですけども、まあ、メールそのままお読みさせていただきます。宅建を勉強されている皆様へ。勉強ができないときは勉強できる環境を整えることから始めましょう。勉強していると当然不安になったり焦ったりすることはありますよね。私も受験時代はそういう状態になることがたびたびありました。勉強が思うように進まなかったり理解ができなかったりなどなど原因は様々ですが、その原因の一つに他人と自分を比べてしまい不安な気持ちになったり焦ったりすることがあります。お伝えしたいことは他人と比較しすぎないことです。あの人はこんなにやっているのに、自分はこれしかやっていない。どうしよう、ダメだ。と、他人と比べ、自分を悲観するようになるのはよくありません。気分がマイナスになるのであれば、それはやめましょう。いい意味でライバル心を燃やして、自分のモチベーションを上げるために他人と比較するのであれば OK です。気分がプラスになり、勉強意欲が湧いてきますから。今は心のバランスが崩れやすいですから、自分の心のサインに注意しながら勉強していきましょう。といった内容のメールでした。でもまさしくですね、私も同じ意見です。特に予備校とか通っている方ですね、学校に行ったりしている方っていうのは、他の人がめちゃくちゃ勉強しているって場合があるんですね。で、やはりその方と比べると自分が勉強できていない。これじゃダメだ。で、悲観して勉強ができなくなっちゃう。まあ、こういった方やっぱいらっしゃるんですね。結局は宅建試験っていうのはもう自分との戦いなんですよ。自分自身できる範囲でできる限りやっていけばそれで合格できます。もちろん勉強の仕方間違えてしまうと合格できないんですけども、ちゃんと正しいやり方をして自分自身で課題を見つけながらですねやっていけば合格できるので、あまり他人の速度とかは気にしなくて大丈夫です。ちゃんと自分自身で計画を立てて、その計画に従ってコツ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 やっていくってことですね。私自身は学校とか行かずに独学でやってたので、その周りがどれくらい勉強してるかっていうのが分からなかったんですね。ただ自分で計画を立てて、その計画をもとに自分がちゃんとできているか、また理解できていない部分を理解するようにしているかといったところに焦点を当てながら勉強を進めていったんですね。なのでこのメールに書かれているように、その周りが勉強してるかどうかすら分からなかったんで、まあこういった不安とかはなかったんですけども、他人と比較することはなかったんですけど、やはり試験が近づいてくると大丈夫かなってやっぱ不安はありました。ただその不安っていうものもここに書いてある通りプラスに変えていくことってすごく重要なんですね。不安だからこそより一層勉強しようとか、不安だからこそ昨日よりも10分だけ多く勉強しよう、まあそんな感じで勉強を進めていました。少しでも参考になれば嬉しいです。では本日の3問に入っていきます。 A が公土地の売却を代理する権限を B から書面で与えられている場合、 A 自らが買い主となって売買契約を締結したときは、自己契約の禁止により常に A は公土地の所有権を取得できない、丸か×かという問題ですね。一度考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄ですね、概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。まず A が B から代理の権限を与えられているって書いてあるので、 A が代理権をもらっているわけだから A が代理人ですね。で B が本人になります。で代理人 A が自ら買い主となって売買契約を締結したって書いてありますよね。 B は A さんに売ってくださいって頼んでます。売ってくださいって頼んでます。つまり B さんが売り主ですね。 B さんが売り主で A は売り主代理人なんですけども、売り主代理人である A さんが買い主となって AB 間で売買契約を締結するっていう話ですよ。まあこれ自己契約って言いますよね。で、自己契約っていうのは、まあ、禁止なんですけれども、自己契約したらどうなるかというと、原則ですね、無権代理として扱われます。つまり無権代理のルールで処理をするって話なんですね。ただ例外として、本人があらかじめ許諾した場合、つまり A さん買い主となって売買契約していいですよって許した場合ですね。もしくは、本人が追認した場合、つまり後で AB 間の契約を認めた場合ですね、承諾した場合、まあそういった場合は有効になります。
つまり問題文では常に A は公土地の所有権を取得できないってこう書いてありましたね。だこれは誤りですよね。例外的に有効になる、つまり AB 間の契約が有効になるということは、代理人 A が所有権を取得できる場合があるわけですよ。したがって答えは×になるということになります。で、これテクニックとして常にっていう言葉が出たらそれだけで誤りと、する方いるんですけれども、これはやめておきましょう。まあ、今回の問題ではこのテクニックで解けちゃうんですよ。解けちゃうけれども、これ解けない問題も作れるんですね。なのできちんとルールを頭に入れておくことをお勧めします。で、短期講座ではこれなんで自己契約が禁止になっているのか、そこまでですね解説させていただきます。まあ、こういった部分をちゃんと理解しておくと、まあ、本試験の時にあれどっちだったっけってなった時に答えを自分自身で導けることができるようになるんですね。単にルールを忘れたとしても、その理解しているところから答えを導くというところまでできるようになるんですよ。大体本試験で頭が真っ白になっちゃうので、まあ、そういった時でもちゃんと理解をする勉強をしていれば答えを導けちゃうっていうことなんですね。だから理解をしていたら合格をしやすいし、逆に理解していないとなかなか合格するのは難しいっていうことになるわけです。まあ、本試験っていうのはもうみんな緊張するんですよ。だから単に丸暗記の人っていうのは、まあ、大体やっぱ忘れちゃうんですよね。本試験の時緊張して。普段は解けるけれども、本試験になったら間違えちゃうと。もうこれ、まあ普通なんですよ。もうみんなそうです。なんでそういった緊張している時でも、ちゃんと実力を発揮するためには理解学習をした方がいいわけですよね。だから短期講座では、そういった理解についてまで解説をしております。では問い2に入ります。宅地建物取引業者 A が販売する宅地建物についての販売広告を受託した者は、その広告代金債権に関し、A が供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。営業保証金制度っていうのは、宅建業者と宅地や建物に関する取引をしたお客さんを保護するもんなんですね。つまり、宅建業者と広告に関する取引をしたもの、例えば広告代理店とか印刷業者などですね。この方々は営業保証金から弁済してもらえません。で、今回の問題を見ると、販売広告を受託したものは、その広告代金債権に関しって書いてありますよね。この広告代金債権っていうのは、宅地建物の取引に関して生じた債権ではないってことなんです。だから営業保証金について弁済を受ける権利はありませんので、誤りになるということになります。まあ、これは品質なので絶対得点すべき問題なので、絶対解けるようにしておきましょう。では問い3です。都市施設は適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、都市計画区域外には定めることができない、丸か×かと。これ×ですね。都市施設は都市計画区域外でも定めることができます。で、都市施設っていうのは道路とか下水道とか公園とかなんですね。で、都市計画区域外っていうのは、まあ、イメージとしては、ちょっともう街から離れた、まあ、山っていうイメージかな。まあ、山奥までは行かないけども、山があるようなところです。あんまり人が住んでいないようなところですね。で、そういったところでも道路ってありますよね。ってことは、都市施設あるって話なんですよ。ってことは、この問題文が誤りってわかりますよね。都市施設は都市計画区域外に定めることができないってなってくると、これ都市計画区域外には道路を作れないってことになっちゃいますよね。まあ、それは誤りってことわかりますよね。まあ、このようにイメージしながら勉強していったら都市計画法もそれほど難しくありませんので、イメージしながら勉強していきましょう。そして短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日となりました。効率的な勉強ができれば今からでもまだ間に合います。もう来年勉強したくない、今年で終わりにしたいという方は、動画の下の概要欄から短期講座の内容をご確認いただければと思います。あなたの受講お待ちしております。レトスの小野でした。